まず、このゲームはですね、閉鎖空間の村の中で人狼ゲームをねするっていうゲームですね。お昼の時間と夜の時間を交互に繰り返して、その中にいろんな役職の人が入れ混じります。なんかドレハみたいにそれぞれなんか見た目が違う役職があるってよりも、もう見た目はねスキンでそれぞれもう固定で、本当になんか人狼札とかみたいに あなたは村人ですとか、あなたは今回人狼ですみたいな感じでゲームの始まりに役職配られて、もう誰がどの役職か分かんないよみたいな感じで始まります。で、最初の昼のフェーズは、村の中央にみんなが集まってて、でそれぞれの場所にクエストをやりに行きます。でそのクエストをやるとお金がもらえます。でそのお金を使ってアイテムを購入したり、人狼であればね、人を殺すためのアイテムと、村人であれば夜の時間に有利になるためのアイテムとか、そういうものを買います。でそれ以外にも、人狼は昼の時間にバレないように、アマンガスみたいに誰かを殺したりもできます。で死体が見つかってしまうと、その死体を発見して、昼の時間で会議フェーズっていうところになりまして、中央に集まった人の中で会議を行います。時間制限以内に中央に集まれなかったらその会議には入れません。で集まった人の中で会議をやって多数決になった人は檻の中に入れられて、こいつを本当に処刑しますか、はいいいえみたいな最終投票が行われて、それでも OK になったらそいつは燃えて死にます。これがいわゆる投票での処刑になります。で他にも、マップの中央にはベルを鳴らすところがあって、これはマンガスっていうなんかボタンですね、エマージェンシーボタンみたいなものもあります。でこれはねフェーズっていうところの日中っていうところにねちょこちょこね書いてあるんですけど、今僕がそれをかいつまんで読んでます。で一定時間経つと夜のフェーズになります。で夜のフェーズは基本的に村人の人は全員寝てます。で人狼だけ起き上がることができて、でこの夜のフェーズに人狼陣営は誰か一人を殺すことができます。ただ村人もその誰か入った時に音が鳴るアラームをつけたりとか、部屋に鍵をかけたりとか、そういったところで対策をすることもできます。ただその鍵とかはクエストをやってお金を貯めてショップで買わないとかけれなかったりとか、結局なんかお金が必要なゲームになってきます。でクエストっていうのはマップの至るところにビックリマークの人がいて、でこれはアマースというタスクですね。これ全体で全部のタスクを終えたらその陣営が勝ちます。人狼はアマースでいうタスク勝利っていう概念もあります。全員村人陣営がクエストを行うことができればクエスト勝利になります。でマップの全陣営がクエストを半分行うと、その陣営の有利になる要素が出てきます。人狼陣営が全クエストのうち半分を行うことができればマップに霧がかかったりとかするし、村人陣営も全部半分のタスクを行うとなんか一部の役職の人のなんか中身が分かったりするのかなみたいな感じですね。でポーションって要素もあって、マップ上にあるクエストとかで使う要素をなんか壺の中に入れると、なんか毒のポーションだったり中のポーションだったり、そういうのを使って自分の陣営に有利になるようなポーションを作ることができます。でここからはね役職の説明ですね。村人陣営はね本当に人狼と同じですね。まず村人の市民はもう普通に村人ですね。ちょっと 足がね速く走れたりとかバリケードを作れたりするだけで、特になんか強くないですね。で市長は氷河2票、パン屋ですね。はい、パン屋っていう人狼ゲームでいうところのテンション感プラス、市長として2票持ってたりするって感じですね。で幽霊に囁くものは霊媒師ですね。夜の時間に死んだ人とか、そういったその死体の位置が分かったりとか、死体を見てその役職が分かったりとかします。ただ使用回数の制限がねあります。で占い師は夜の時間に起きれたりするのかな、確か。あ、夜の時間に起きれるのは探偵だ、ごめんなさい。占い師はなんだっけな、夜その視点が見れるんだ、監視の目とかを設置して、であとは役職とかが足跡で分かったりするみたいな感じですね。でトラップは普通に夜の時間にそこを通ったやつが死ぬっていうトラップを設置できます。で探偵は夜の時間に唯一起きれます。唯一っていうか能力で起きれる村人陣営ですね。自分のタイミングで起きてその夜の情報の中を取ったりとかできますね。で衛兵は狩人ですね。人狼でいうこの人守りたいなみたいなのを決めたら、夜の時間にそいつん家に入った人がいた時に起き上がることができるって感じですね。
で医者は知らん。でコンスピレーターは僕あの万人ってやつしかやっちゃったことないんで分かんないです。でストレンジャーズは今回多分入ってないですね。はい、はい、まあこれはあの第三陣営で他の人から役職奪えるよってやつですね。でこのゲーム死んだ後も幽霊状態になって幽霊クエストみたいな感じでプロジェクトウィンターの幽霊でさ、なんか有利なことできるじゃん。なんかオーラでバーってやったりとか、あんな感じの要素もねあるんでね、まあ多分 1,2 回やんないとその辺はね分かんないかなと思います。幽霊でもタスクやんないといけないですね。で今回入ってる役職が村人陣営は市民、市長、占い師、トラップ使い、幽霊に囁く者、探偵、医者、衛兵の中からランダムに。コンスピレーターは、万人泥棒、密輸者の中から、ランダムに入りますね。で人狼は10人だと確か2人ですかね。はい、こんな感じです。そう、片方が殺しちゃったら殺せないね。あ、そういうことね。なるほどなるほど。じゃあ逆に、うん、そっか、うかつに出歩くのも怖いんか。俺がよれてて殺すねとかっていう話し合いした方がいい。なんか2人とも出てると怪しまれちゃったりするから。え、またまたかよ。また出た。またかよ。はい、スケ、はい、スケスケ。じゃあタスクしに行きましょう、はいはいはい、タスクしに行くよ。夜透けちゃうんだよね、そういうこと言うとね。あ、キモと元の名前が分からない。あははは、インポスターだ。元さんインポスターだ。これはあれか、影丸さんと影丸さんと仲間ですね。勝ちたいな。もう明日や。タスクタスク。ダブルケーキ怪しいな。あれどこにあるんだこれ。ここら辺にあるはず。あれ、どこ。おおおおおお、梅剣隠しろじゃん。隠しろ、隠しろが出た。お前梅剣さん、それ今日死んだわ。絶対死ぬ。梅剣さん、子供倒したら足早くなったんすよ。さっきの俺と一緒だよそれ。あー、こいつ死んだわ。終わった。置いてかないで、殺されちゃう。あれ、どこだ。動物の頭蓋骨、ここら辺か。あ、そういうことか。このエリアのどこかに動物の頭蓋骨があると。はあ。え、どこにあんのマジで。あ、これか、掘るんだ。やばい、これお隣さんが。ちなみにこのスキン900円しました。このスキン900円しました。え、見つかんなくね。なんなんこれ、全然見つかんねえ。ほい、なんでないのマジ。え、全然ない。どこですか。え、なくね。え、これか。え、もう一生タスク終わんないんだよ。あった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 。オッケー、戻れ戻れ。これが僕の家か。元さんだ。シュ。あれ、生きてることを想定しろ。お、お、ライス様探偵。なんで急にそんなこと。確かに。なんでいきなり。急に。おかしいですよ。ナイス。よし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 、探偵語りするか。探偵語りしよう。これはレッツゴー。
あったあった。あれ、まあ、しょかりさん何してるんですか。じゃあ俺役職使用しようと思って。あーなるほど、探偵。おお、だからライト君と対抗なんだよな、まあ、それかどっちとも探偵か。あれ、このゲームやばい、探偵が出すぎて探偵使用したくねー、どうしよう。やばいな、探偵以外なんかできないな。トラップ使いくらいか。トラップ使いしようするか。いや、せめてクエスト受けたいな、受けてからがいいな。あ、全然クエストの人見つかんねえ。はいはい、あれ、ここら辺にいるはずなんだけど、なんでどこにいるんだ一体。家の中じゃない。え、どこ、これこっちか。やばい、あと23秒だ。あった。キルが終わり。まずい、まずい。誰も死んでなくない？死んでるかな？いや、どうなんですかね。この辺のクエストみんな行ったり来たりしてるから。でもなんか、僕はあんま全然人と声交わしてないんですけど。どうなんですかね。わかんない。把握してきたって言ってしょっぱわかんない。よし。これはしゃべれてるんですかこれ。あ、聞こえる。あ、聞こえます、聞こえます。ごめん、 YouTube ぐるぐるでさ、今、はいはいはい、昼半分ぐらいそっちや対応しちゃってたわ。あー、了解。梅健さんが視聴使用してるんで倒しましょう。あ、オッケーオッケーオッケー、行ってきます。はーい。これどっから出るの。オッケー、梅健さんやりました。梅健さんやりました。オッケー。これじゃあ2人で1人だからもういい、ね、そうですね、もう出なくていいですよ多分。怪しまれちゃうんで。でもね、誰かんちでね、俺盗みが働けるからちょっとそれだけやろう。あー、なるほど、了解了解、オッケーです。パクさんち行ってみる。了解。あ、なんか動けなくなった俺。あら、あ、トラップですかね。あ、やべ、誰かいるわこれ。あ、ライト君が動いてる、ライト君が動いてて俺トラップ仕掛けられてるから。了解了解。ライト君にバレたかも。あ、オッケーです、オッケーです。いや、これおもろいぞ。おはようございます。おはようございます。あれ、これどこだ。おはようございます。おはようございます。え、これってボタン鳴らした方がいいんですかね。いや、まだいいんじゃない。鳴らさなくて1回しか押せないから。ああ、じゃあ普通にタスクやっていいんですかね。これ誰も死んでないですか。あ、そうな、家に罠ある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 。ボタンってどこで押すのこれ。ここ、待って、じゃあ待って、ちょっと俺ボタン押した、俺ボタン押した、俺ボタン押した、俺ボタン押したい。あ、これか。はいはい、何これ。影丸の家の前に罠あるよ。カビマルの家の前に罠があった。ごめん、俺ね、ちょっと YouTube ブツブツしてるからちょっと敵に対応するかもだけど、声聞こえてるんで気にしないでください。はーい。はーい。カビマルさん狙われてたよ。あ、影丸さんが狙われてたっていう証拠なのか。 あ、元さん間に合わないでこれ。だから僕は、僕んち、え、でもさ、トラップってさ、白でしょ。うるさ。元さんに投票するか。トラッパーの人出て、トラッパーの人出て。あ、僕、トラッパーです。あいつだった。使用して、使用しといて。いや、多くね。僕占い師で、あの階段の上に監視カメラつけてて見てたんだけど、はいはい、コンスピレーターがトラップに引っかかってました。まぬけ。あの、一応使用します。僕も同じで、あの、うん、同じ場所におそらくカメラ仕掛けてて、トラップ引っかかってるバカを見てました。すごいな。嘘でしょ。待って、ごめんごめん、そんなことは。俺ん家の前で2人いたってこと。ハキさんに、ハキさんに速攻でここに罠あるよって教えたんだよ。うん、ああ。だから僕は、あの占い師でトラップ光ってるアホを見てた。はい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 、使用しとくね。はい、え、つまり僕の家の前に何人が置いてたの。いや違う、置いたのが木本元で、僕とバケユカさんがお互いに占い師でそれを見たって言ってるね。あ、カメラ置いてたんだ。オッケーオッケー、理解して。あの占い師の主なやつは、昼の時間に監視カメラを置いて、夜の時間にその監視カメラ見れるっていう能力なのね。だ、誰だったのかかったのは、それは分かんない。で、コンスピレーターっていう風にしか出ないんだよ。誰か分かんない。人狼っていう、人狼が引っかかったよっていうのが分かんない。そう。了解です。2人もありえるんですか。2人いるでしょ。
まあ占い師2人はありえるけど、ちょっと怪しいよね、俺視点ちょっと。まあ同じ、全く同じ場所仕掛けたって言ってた、全く同じ場所ってのはちょっとかぶせに感じちゃうよね。近い、近い場所。マケウカさんが後付けですよね。多分どっちかがいるんですよね。ハゲマルさん、ハゲマルさん、なんで、え、なんでカゲマルさん、俺誰、俺に投票したの。でもさ、俺さ、カゲマルが家から出てきたように見えたからさ、カゲマルなんじゃないかなって思ってるんだよね。いや、え、あ、え、そうなの。でもカゲマル、カゲマル役職 CO だけしといてよ、だから俺怪しいんだけど。あ、これは何番、どっちだっけ。1番、1番。あ、僕しょ、おう、え、探偵で出てきたか、カゲマルさん。カゲマルさん市民、ハゲマルさんって探偵で外に出るとかじゃないですか。私も市民ですのよ。ね、僕はね、いや、僕はそもそも家出てないです。あ、なるほど、ね、いや、ハゲマル怪しいな。ハゲマルさんがそもそも家に帰ってない。家外からも出れるんでしょ。だから分かったない。探偵ってさ、どうやって能力使うの、これ。どっちかというと俺を殺しに行くか。探偵は能力使いたい、能力のボタンを押した後にエイム合わせてクリックで使える。バブケ、何ですか。信じてくれるよね。信じますよ。マケウカさんは後でも、はい。ここ入って、ここ入って。そういえば赤い人がね、はいはいはい、広場からこっちに来たの。広場からこう来て、はい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 。ここでは何か、ここでは何かあったの。あ、じゃあ外から出てきてないじゃないですか。あ、そう。だから、あ、じゃあ中からか。視点はあの影丸さんじゃないんだよ全然。あ、じゃあ、へえ。でもしょぼすけさん中から出てきたって言ったから、しょぼすけさんが怪しいんです。そうそうそう。あ、こいつ。僕視点ちょっとうんってなって。あ、了解。それ覚えとけば、これでバケウカさんが死んだらしょぼすけさんっぽくなるし。ショボさん死んだらバキューカさんっぽくなるし、まあ両方しろもあるけど、ね、まあまあ確かに。アイテムね、マップにね、ちょっとタスクしていきます。カジヤみたいなとこなかったっけ。どこだ、カジヤみたいな、カジヤの店。キルしたいな。あのタブ押してね、案内しようか。こっちこっち、あっちにタスク。わかんねえこれ。お金貯めないと。やべ、タスク全然できてない。これか。オッケー、今んとこいい感じじゃない。多分いい感じだと思うんだけど。あれ、ここら辺なはず。うん、え、え、ここに何がある。レッドジェムの粉なくね。なにこれ、もうタスクがわからん。あ、下か。オッケー、やれば早く。こっちの方誰もいなくて怖い。あ、あ、なんか変な、あ、やばい、変なところに変なことしちゃった。お、タスクある。変なところに変なことし、え、大丈夫ですか。あれ、これやばい、変な。ウエストがそもそも見つからんという。そんなことないです。お前怪しいですのよ。あれ、クエストが。これ高低差があってさ。おお、びっくりした。もともと、おお、おもともと、え、広場で殺されてるこれ。え、うえ、ダブルで勝ち回られてる。え、なんで分かったの。家の中、急げ急げ。斧でなんとかって書いたんだな。あー、そういうことか。そうそう、家の中が斧なの。これ広場、元さんのやつ。広場こっち、どこなんですか。夜の時間ですわ。夜の時間の処刑が、夜の時間の処刑が、あの牛の妖精で、昼の時間の殺害が木本元だね。どうしよう、誰殺したらいいですの、はい、これ影丸怪しいですのよ。え、これどこの死体です。え、これどこの死体なんですか。元さん、元さんはね、そこのここの裏で死んでて、ここのこの家の裏。ケイカショウスケにいそうですけどね。あ、じゃあメイ様多分無理ですよ、その昼のキルでしょ。昼のキルは僕とライト君とマシャカリも無理。無理だね。まあ、でもバケイカさんの近くやったね。まあ、近く待って、影丸が来てない、影丸来てない、影丸来てない。いるいる。あ、いますよ、いますよ。え、でもさ、ライト君がさ、ライト君がさっき影丸の家で役職調査した結果、はい、泥棒だって言ってたから、だいぶ怪しい。お、じゃあもう影丸でいいですのよ。え、泥棒なら影丸か。影丸でいいですのよ。喋れてない。影丸は VC が入ってなくて、今ちょっと待って、今配信つけ直したからちょっと待ってって言ってそう。あ、あ、来た。聞こえてますよ。やっと来た。え、俺の声聞こえてなかったね、ずっと。今まで聞こえてなかった。今聞こえてますよ。
それ探偵で3択のうちの1択分かっただけで泥棒って言われるのは意味が分かんないのと、さっきのなんだっけ誰かの能力でコンスピなんとかだって分かったんだったら余計泥棒いる可能性低いんだから、それよりか他はコンスピレーターっていうのはその人狼側の役職全体のことを言うから、あーごめんなさい、じゃあ分かんない。コンスピレーターっていうのは人狼陣営って意味ね。本当に、まあ、そうなの。まあ最後はいたから直近切るなら無理なんですけど、死体が冷えてるんだったらベストどこだろうって言ってたらなんか急にメイン様に怪しいですわ。決めよう、これはみんなジャッジジャッジジャッジ。確かに一番最後はね、うん、迷うな、迷うな、一番最後の瞬間はどうすよ。影丸さん全然迷ってないんだけど、しょうがないしょうがない、死体が冷えてるんですよ。なんか謎にヘイト溜まってるから他にライン繋げてるところちょっとちゃんと考えてほしい。はい、でもさ、霊媒見ればいいじゃん、霊媒、霊媒じゃない、霊媒。幽霊にささやくものが見ればいいんだ。そうか、幽霊にささやくものが見ればいいんだ。あ、確かに、バケウカさんが。僕、占い師、占い師。あ、違う違う。ちなみにね、ここでショップあるじゃん。このショップでもね、霊媒効果使えるから。あ、そうなの、そうなの、死の書っていうのが50円で買えて、この死の書50円で買うと、これで霊媒効果が使えます。じゃあ、ハムナプトラみたいな。これじゃ使うよ。とりあえず、役職。死の書っていうのは。死の書どうやって使うの？もう死んでるもんね。B で俺も使ってみよう。僕も使ってみよう。うね、じゃあ僕も使ってみます。B で多分インベントに入れてこれアイテム必要じゃん。あ、オッケーオッケー、分かった。え、待ってね。使ってみよう。使い方分かった。わいわい。これあれ、なんか押せないな。押せない。あ、押せた。え、どうやって？だだだだだ。おお。泥棒って出た。泥棒って出た。泥棒って出ました。泥棒って出ました。ヤギマルキュン。そんなこったろうと思ったんですわよ。そう。どうしよっかな。これどうすればいいんだ。これどうすればいいんだ。まずいまずいまずい、急がないと。急げー、ライトさんの殺害をしたい。ここか。バイバーイ。これでいいのかな。またここにいよう。よし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 、これであと何キルすればいいんだ。影丸さん任せてくれ、僕が必ず勝ちに行く。おはようございます。おはようございます。これライトさんのとこに僕トラップ仕掛けに行っていいですか。トラッパーなんで。はいはい、タスクやりたい。タスクやりまーす。あ、まあタスクしとくか。もう今日殺されてもいいというか。これたくさん来てる。B、B ですよ、B。ライト君生きてる、これライト君。B でやって。ライトさん今ね、オッケー。使ってねえねえ。村の外行くの見えてる。おー、花火だ。花火だ。あー、これで。でもこれです。あの、存在証明とかできるから、誰が花火打ったのみたいな。なるほどね。いいじゃないですか。お？あれ、ライトさんが死んでんじゃん。ライトさんさっきまでいたよ。昼じゃないですよ、でもこのマーク。はいはい、バケウカさん嘘ついちゃダメ。バケウカさん、あっちに走ってく黄色い人見えるか。バケウカさん、これ嘘ついちゃったね、これね。あら、バケウカさん、別にもう疑わしいから死ぬのはいいんですけど、なんかないかな。なんかないかな。バケウカさんの昨日の投票がちょっと疑わしすぎるのがどうしようもないからいいんだけど。ゆかさんなんですの。今いや、とりあえずなんか声が聞こえた人は生きてるじゃん。はいはいはい。だから声が聞こえなそうな人の家の中で死体があるか確認しに行って。なるほど。はい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 。あ、マシャさん。かなり無限に使える。マシャさん。で、ライト君の家に行ったらライト君の家のベッドで死んでましたね。ライト君の家この辺かな。何の花火だあれ。これカッチャンが打ち上げた花火。花火。だからバケユカさんがライト君がなんか生きてましたよって言った発言の後に俺ライト君の死体見つけたから。ああ、じゃあ確かに。それがライトさんかなって思っただけで。まあ家の中で死んでるのは見間違いじゃないって感じなんだけど。だからそんなことないよ。ね、まあいいよいいよもう。まあでもライト君は白角だから殺されるのはわかる。もういいからいいから。
いやいや、でもどうする見てね、あ、見なくてもいいのか、終わんないからわかるか、投票だ投票だ、いいよ。でもソボさんって白い理由あったっけ、まあ、いや俺がナイトさん見てね、白だから。あー、まあそっか、でも俺が影丸怪しんでたからね、ずっとソボスケ白いと思うよ。はい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 、まあでももう一人いるんだ。どうする、バケウカさん、一旦バケウカさんファイナルジャッジまで持ってく、一旦バケウカさんで、どっちでもいいよ。まあ一郎連れてるから、ね、じゃあみんなバケウカ殺しといて助けてくるわ。え、あー、参加してないのかあー、参加助けてくるわ。あ、そういうこともできるのか。え、どうする。え、じゃこれ有罪で終わりですか。まあ、有罪。え、でもインポスターで影丸さんでも霊能の能力で見たから、もうあげます。バケウカさん市民じゃないですの、これで釣って終わんなかったら。バケウカさんは占い師市長だから。え、もう初日の話でバケウカさん死んだったらショボスケさんが、ショボスケさんが、いや、2人いる。死んだなこれ、終わんないから死んだなこれ。バケウカさん初日、影丸さんその家の中から出てきてないって言ってましたよ。そうそうそう、待って、俺見るわ。あれ、狂人か。え、僕誰が白いですか。そこの家のとこにトラップ仕掛けたいんですけど、誰が白いんだろう。あー、バケウカさん本当に占い師、バケウカさん本当に占い師だった。へー、あれ、みんなどこ行ったんだ。レッドジェムの粉マッシュルーム、多分これ持ってますよね。よいしょ、走れー。あれ、タスク、あれ元さん、バケユカさん、カキさんの声が聞こえる。守りのポーション、うん、どこなんだろう。いや、死体が発見されないでほしいな。やばい、あと37秒頑張れ。あ、鍵ある、カキさんの声が聞こえる、お金がね。バケちゃんごめん、マジで。鍵いくらですか。鍵65円、まあまあ高い。あと15円足りないよあと1個クエストすれば買えるのか。で、なるべくこっち側で声出しといて、どうしよっかな。なるべくこっち側で声出しといて、よっと、しょぼすけさん、やばい、鍵買いたい。あー、これ、みんな動けんのか。行くしかないよな。やばい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 、危ねえ。よし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 、ふう、あぶねえ、カキさん倒せて。あれ、あ、なんだこれ、止められた動き。え、死んだ、トラップに引っかかった、もしかして。え、死んでね、死んでる気がする。え、これどこ、お、透明トラッパーを主張、バブルケーキ、はい、バブルケーキさ、俺の家の前でトラップ仕掛けてくれた。はい、仕掛けてないです、仕掛けてないです。
え、仕掛けてない？え？え？もう3人しかいないぞ。え、どういうことですかこれ。急げー。お前だろ。違いますよ。しょぼすけは？しょぼすけさんじゃないですか。え？え？しょぼさんが来てないから。え、ってか最初バキューカさんとしょぼすけさんがなんか意見食い違ってたんですよ。なんでしょぼさん来ないんだろう。そうだけど影丸、え、なんでしょぼさん来ないんだろう。今回って誰がそもそも人狼だったっけ。最初の影丸さんです。影丸さん。でも影丸釣りをしたのしょぼすけだよ。確かに。え、じゃあマシオさんですか。俺でもこれ俺が見つけたよ。あー、でもセルフってことになるのか、その場合だと。そう。え、でも僕しょぼすけなんで来ないんだ。なんで来ないんだろう。でもしょぼさんが来ないわけなくないですか。確かに。え、じゃあしょぼすけか。しょぼすけさん投票しとこう。え、キャンセル。え、お前じゃねえか。どういうことですかこれ。お前じゃねえか。どういうことですかこれ。お前じゃねえか。じゃあなんで終わってないんだこのゲーム。わあ、やだー。お前ちょっとー、こいつじゃねえか。ちょっと助け見て終わらせて、俺終わってるよもう。ちょっと待って。ちなみに今日の昼はもうキルしてるんで、あと夜になるのを待つだけですよ。うわ最悪。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつを防げるなんか起死回生待ってくださいよ。怖こいつ。ちょっと待って、やばい、僕もなんか買わないと。なんかないのか。マシャさんの家、マシャさんの、あれ、マシャさんの家に先回りしとくか。ちょっと待ってよ、これ、これで、これマシャさんの家に行っときますよ。うわぁ、自分の家どこだ、あっちだ。怖い。出てけ、出てけ。あぁ、仕込んじゃった。おやすみなさい、マシュカリさん。マシュカリさん、おやすみなさい。出てけ。いや、タスク怖い、いや、これワンチャンタスク勝利があるのか。いや、そうだよ、だからタスクみんな頑張ってもらってんで。ちょっと急ぐか。あ、買う金がないな。くっくっく。ちょっと最悪なんだけど、これちょっと。オッケー、タスク結構終わってると思うんだけど、全然か。影丸さん、ちゃんと敵は打ちますよ、僕は。霊界にこの声が聞こえてるかどうかわかんないですけどね。いや、キル対象が良かったな、多分。え、これどこにあんの、タスク。あと4秒。よし、マシャカリさん多分起きれないと思うんだけど。どうなんだろう。茶色の家、茶色の家。おお、やばい、トラップで死んだ。あぶねえ。なんで、なんで、何やった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 の、何やったの。何があって勝ったんですか。罠踏んだ。罠踏んだ、最悪。危ねえ。キモト、キモト元の罠を。誰が罠仕掛けた。キモト元の罠。俺が罠仕掛けた。めっちゃ仕掛けたもん。さすがキモトホームズ。あー、マジ。そういうこと。絶対勝ったと思ったのに。やっぱあれだな、キモト元やな。